将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている内容の特別編6弾を作成しました。藤井聡太五冠及び他の A 級棋士の棋風に関する話題です。文春将棋読む将棋2022文春ムックのオールラウンダー座談会番外編からの内容です。見る将が役に立つ内容ですよ。さあ見てください。将棋見る将になれるかな。会議の本を2019年に加賀秀行六段が書かれました。この中で居飛車と振り飛車、それと攻め将棋と受け将棋の棋風をうまくまとめられています。見る将としては欠かせない一冊の本だと思います。2022年になって棋風の変化はあったのでしょうか。オールラウンダー座談会の番外編としてトップ棋士の棋風を3人の春英石井健太郎六段、青島未来五段、黒田隆行五段に分析してもらい、次のスライドのポジショニングマップを作り上げた。詳しく取り上げるのは12人のタイトル保持者と1月取材時の A 級棋士だ。現役棋士は170名強。棋士によって得意の戦法や展開は異なり、それぞれの指し回しに個性がある。例えば攻め将棋だと受けに回る展開になると力を発揮できない。同じ攻め将棋でも飛車角銀桂を使う重厚なタイプか、それとも飛車角桂の飛び道具を使う軽い攻めか、どちらを好むかは人によって違う。さて17棋士と二女流棋士はどこの位置になるのでしょうか。黒田五段と青島六段及び石井六段の会にはどのように決めたでしょうか。以前の高野六段の判断とどうでしょうか。考えたい方はここで動画を止めて考えてみてください。スライドの最後に答えが出てきます。その前に会議の内容をヒントとして順次紹介します。まずは藤井聡太竜王から見ていきましょう。言わずと知れた現将棋界の第一人者ですね。幼少期から詰め将棋を得意にする終盤型ながら年々序中盤の精度が上がり、最新定石を引っ張っています。石井藤井竜王はデビューから居飛車 100% ですよね。攻めと受けのバランスは難しい、ちょっと攻め将棋ですけどそんなに偏っていません。豊島九段に少し似ている気がします。黒田マップの居飛車の文字のあたりじゃないでしょうか。攻防のバランスがトップ棋士の中でも一番いいですし、青島わずかに攻めに寄っているような気がしますね。次は渡辺明名人です。石井六段にとっては兄弟子に当たります。石井基本的に居飛車等で攻め重視の棋風です。今は振り飛車をほとんど指されていませんが、ゼロではないですよね。飛車を最後に振ったのは2017年。藤井聡太竜王は振り飛車がゼロなので比較するとわずかに振り飛車寄りです。青島戦法に関しては石井さんと同じです。問題は棋風でどれぐらい攻めに寄っているか。攻め将棋なのは間違いないけど意外と受けも苦にしていないイメージです。石井さんの老いた点より心持ち受け寄りかなと思います。黒田私はお二人の真ん中ぐらいでお願いします。2期連続で名人に挑戦した斉藤慎太郎八段、詰将棋を武器にした終盤型で最新定石が主戦場となっています。弟弟子の黒田五段から見ていかがでしょうか。黒田渡辺名人と似ていて居飛車等の攻め将棋です。公式戦でわずかに数局飛車を振ったこともありますが、渡辺名人よりも居飛車等寄りでしょうか。石井棋風は攻め重視というよりも攻守が整ったバランス型に見えるので、私は黒田五段よりもう少し左でしょうか。渡辺名人の方が細い攻めをつなげる展開をすごく好むイメージがありますし、青島へえ斉藤八段は渡辺名人と同じぐらいの攻め将棋だと思っていたんですけど笑い、得意の詰め将棋を武器に切り合うのが得意なタイプで、攻めと受けだったら攻めの手を選ぶイメージです。石井攻めるぞ攻めるぞと脅しておいて実際はあまり攻めないことも多い気がします。1月に指した羽生善治九段との順位戦 A 級もそういう展開でしたし、青島なるほど、確かに最近は手厚い将棋も多いから斉藤八段の棋風も変わってきているのかもしれません。黒田迷ったら攻める印象ですが、渡辺名人よりはバランス型ですかね。永瀬拓矢王座は
一般的にはしぶとい棋風というイメージでしょうか。青嶋六段は同門ですね。青嶋、居飛車中心とはいえ、今でもたまに振り飛車を指します。公式戦で藤井聡太竜王に2局ぶつけて、1勝1敗、渡辺名人、斎藤八段の2人よりは振り飛車の採用率は高いでしょう。あと受け将棋と言われますが、そんなに言うほどかなと思います。確かに終盤は受けますけど、序中盤は攻めます。まあ相居飛車の定石だから攻めている部分はあるでしょうが、一局を通してずっと受ける感じではないです。石井、そうだね。黒田、私も青嶋さんと同じような意見です。石井、青嶋さんの点より、もうちょっと左の方がいいでしょうか。青嶋、他の人との比較を考えると、受けの方にもう少し寄った方がいいかな。石井、永瀬王座の一番の特徴は、手数が長いことだと思います。元振り飛車等で、新鋭の時はもっと受け将棋でした。三間飛車で誰も指さない作戦。3、力金型の石田流を採用して、ずっと受けまくっているんですよ。ものすごく強かったです。青嶋、居飛車に穴熊とか好き放題に組ませるけど、厚みで受け逃げに行ってましたね。石井、永瀬王座ほど、極端に戦法と棋風が変わった棋士はいないんじゃないですか。戦法に限れば広瀬八段も変わりましたけど。序盤、中盤、終盤、隙がない、と言われると良しままさい九段ですが、棋風としてはどんな印象がありますか。石井、斎藤八段に近いと思いますね。無理攻めはしないけど、先手番の利をちゃんと生かして攻めるような組み立てが多いです。攻守のバランスが良くて、指した手がそのまま定石になるような、お手本にすべき指し回しでしょう。黒田、居飛車が主軸で、居飛車と振り飛車の比率は斎藤八段と渡辺名人の真ん中ぐらいでしょうか。攻め受けのバランスは斎藤八段と同じぐらい。あと、粘り強いイメージもあります。青嶋、そうですね。豊島九段は攻め将棋ですけど、長手数の将棋も多いです。序中盤は相当に攻めるタイプながら、終盤の粘り強さも持ち合わせています。次は、広瀬章人八段。麻雀好きとしても知られる広瀬章人八段。その縁で、青嶋六段はアベマトーナメントでチームを組んでいますね。青嶋、もともとは、四間飛車穴熊を武器に初タイトルを獲得されましたが、ここ数年はほとんど居飛車を指しています。攻守のバランスが良く、カウンター型でしょう。最初は穏やかに戦って中終盤で鋭く踏み込む。駒を蓄えて一気の反撃を決める展開を得意にされています。黒田、居飛車と振り飛車の比率は、渡辺名人とほぼ同じぐらいでしょうか。攻守のバランスがいいです。石井、カウンターが得意で、攻められても苦にしません。そのあたりは得意にされていた振り飛車穴熊の感覚が生きているのかもしれないです。今は攻め将棋の人が本当に多いので、それと比較すると本当にちょっとだけ、受け寄りでもいいかもしれません。糸谷哲郎八段はいかがでしょうか。独特な指し回しで、未知の戦いに相手を引きずり込むスタイルです。決断力が良く、時間攻めも得意にしていますね。石井、糸谷八段は難しいですね。黒田、棋風は受け将棋ですよね。永瀬王座より、もっと受け寄りのイメージです。居飛車と振り飛車のバランスは、私は永瀬王座と同じぐらいの印象を受けます。得意にされている坂田流向かい飛車は戦型だと振り飛車ですが、感覚的には居飛車のイメージです。青嶋、坂田流向かい飛車や飛車を展開するミニ玉も指すので、永瀬王座より振り飛車よりでしょうか。全棋士の中でもかなり受け将棋でしょう。盤上の自由さを含めたら、ある意味で攻めかもしれないけど、笑い。内容だけ考えたら常に受けを考えている気がします。石井、青嶋さんと同じイメージですね。とりあえず受け将棋。今は永瀬王座より振り飛車を指していて、基本的に力戦派、定石型ではなく、見たことがない展開や局面で戦うこと、でしょう。特に後手番は力戦に持っていくのが得意で、受け重視の展開が多いです。菅井竜也八段は、今回の棋士の中では唯一、ほぼ純粋な振り飛車等ですね。黒田、攻め将棋、振り飛車等です。トップ棋士の中で他に振り飛車等はいません。青嶋、居飛車を指していた時期もありますけどね。実戦的な指し回しで、中終盤はひたすら攻めています。受けにはあまり回らないです。石井、私も青嶋さんと同意見で、
完全な振り飛車党で攻め将棋だと思います。次は居飛車と振り飛車の両方を指しこなすオールラウンダーでトップ棋士の一人、そして将棋連盟会長でもある佐藤康光九段です。石井、今の佐藤康光九段はオールラウンダーで振り飛車寄りですよね。攻め将棋ですし、菅井八段のちょうど上で居飛車寄りじゃないでしょうか。青島攻守に関しては石井さんと同じです。問題は居飛車党か振り飛車党かです。確かに近年は振り飛車の採用率が高いですけど、感覚的になんとなく居飛車党で矢村の固い玉形で戦うのを得意にしているイメージです。石井さんよりもう少し振り飛車寄りかな。黒田棋風はもうちょっと攻め寄りかもしれませんね。石井、3人の点の間を取りましょうか。誰も自分の作戦を真似してくれないとぼやいたこともあるそうですが、オールラウンダーの皆さんも誰かに指してほしい戦法はありますか。黒田、戦法によって違いますね。七川流は指してほしいなと思いますが、黒田が公式戦で指した新型の向かい飛車 VTuber 七川さんに教えてもらったという、この前佐藤康光九段と話したら、私の将棋は普通ですよ、棋譜を全部見てもらってもいいとおっしゃっていましたよ。青島、先手矢倉は普通だと思いますけど。石井、振り飛車が独特ですよね。いやー、昨年の棋王戦で郷田正孝九段に指した9、3銀から8、4銀はやばいですよ。定石がないですし、駒を中央に使う常識に反しているじゃないですか。普通ではないですよ。佐藤天彦九段は一時期振り飛車を連採用したことが話題になりました。青島、完全な居飛車党でしたが、ここ1、2年は振り飛車にも興味を持たれているようです。最近はそんなに振り飛車をやっていませんが、他の純粋居飛車党に比べると振り飛車の採用率は高いでしょう。棋風は他の居飛車党よりは受け将棋ながら、永瀬王座ほどではないです。黒田、そうですね、永瀬王座ほどではない。石井、私も同じです、永瀬王座ほどではないです。青島、実は今度当たるんですよ。笑い、何をやられるかはよくわかりませんね。今年1月の朝日杯将棋オープン戦、先手青島、後手佐藤天彦戦は先手が四間飛車穴熊を採用した。結果は後手勝ち。羽生善治九段はいかがでしょうか。オールラウンダー棋士として10代からトップ戦線で活躍されています。青島、羽生九段はオールラウンダーながら、最近はほとんど振り飛車を指されていません。数年前は四間飛車を指されていた時期もあるので、居飛車と振り飛車のバランスでいうと広瀬八段に近いでしょうか。攻め将棋なのは間違いないです。渡辺名人ほどではないと思いますが、豊島九段や斉藤八段と比べるとどうでしょうか。黒田、最近はほとんど居飛車ばかりですよね。攻め将棋で豊島九段と渡辺名人の間ぐらいでしょうか。石井、渡辺名人ほどではないけど攻め将棋ですよね。最後は独創的な指し回しと勝負術でファンを魅了している山崎隆之八段です。黒田、受け将棋で糸谷八段と永瀬王座の間でしょう。居飛車党ながらたまに個性的な作戦を採用されます。石井、威力の駒組みが多いですよね。笑い、ほぼ居飛車党だと思います。純粋な振り飛車、例えば角道を止める四間飛車とかは指しませんから。受け将棋ながら糸谷八段よりは先手相掛かりを指しているぐらいなので攻め将棋でしょう。青島、振り飛車のイメージはあまりないですよね。黒田、たまに相振り飛車を指されますよね。相振り飛車は未開拓の部分が多く力戦になりやすい。また戦いの性質は相居飛車に近い。15名の棋士と2名の女流棋士のポジションはこのようになっています。いかがでしたか。想定通りでしょうか。居飛車党が多いですね。攻め受けもほぼ同じようですね。渡辺明名人は攻め将棋ですね。藤井五冠は完全な居飛車党で攻めと受けのバランスで、豊島九段や斉藤八段と同じですね。藤井聡太五冠は2019年時点の攻め将棋から受け将棋側になっていてバランスしているようです。女流棋士は居飛車の力戦調の将棋よりも振り飛車の裁く将棋が女性には馴染みやすいのではないでしょうか。
攻めと守りが分かりやすい振り飛車が勝ちやすいからだと思います。今後の対局の時にどのようになっているか見るのも楽しいですね。最後にどうしてもやってほしいお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにもチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。